政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が現実にミサイルを用いた先制攻撃を行う可能性は低く保たれている。これは、北朝鮮が仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれるミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する防空網を構築しており、高い有用性をこれまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標1件に対して2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、これによって防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、1-2式対艦誘導弾の配備を行っている。1-2式対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。故に、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊令下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、1-2式対艦誘導弾の優先的な配備が行われてきた。1-2式対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロを取る。最終的には、約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかつ導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500から500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。そう、流型潜水艦、11番艦桜竜から、リチウムイオン電池が搭載されたのをご存知でしょう。今回は、リチウムイオン電池が採用されたその経緯を詳しく見ていきます。なんと、10番艦までのスターリングエンジン案もあったのですよ。それに8000馬力から、ダウンした意味にも迫ってみました。海上自衛隊が保有する操縦型は通常動力型とし、では世界最高の性能とされているが、それをさらに発展させた太平洋型潜水艦の1番艦、太平洋が2020年10月14日に三菱重工業神戸造船所において進水した。太平洋は操縦型と同じ全長ながら、喫水が 2M ほど、深く、排水量で50トン上回り、海上自衛隊最大の潜水艦となる。太平洋という艦名は、漢字表記では、大クジラとされ、クジラにちなんだもので、海上自衛隊では、潜水艦の艦名は、訓令によって、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されると定められている。操縦型は、水晶動物である、竜にちなんだ艦名であるが、漢字表記は、青い竜となり、これは、太平洋戦争時に活躍した、大日本帝国海軍の空母、青い竜と、同じである。ちなみに、大クジラという艦名は、旧帝国海軍が保有していた、潜水母艦に命名された艦名で、当時の潜水母艦とは、洋上において、潜水艦への補給や、乗組員の休養などを行い、時には、潜水艦隊の機関として働く艦であった。実は、この潜水母艦、大クジラは、有事の際には、航空母艦に改装することを前提に建造されており、太平洋戦争開戦時に、航空母艦、龍鳳に改装され、ミッドウェーでの主力空母4隻喪失後は、正規空母扱いで、マリアナ沖海戦などに参加したが、
呉軍港にて防空砲台として使用された後、戦後の1946年に解体されている。潜水艦、大芸は、双流型の11番艦、王流、12番艦、東流から、搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用され、ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を狙って、新たに開発された、スノーケル発電システムが搭載されていて、双流型の2艦よりも、さらに、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出すことができる仕様となっている。双流型の2艦では、それまでのスターリングエンジンを搭載せず、空いた大きなスペースにも、リチウムイオン蓄電池を搭載しているのであるが、当初は、スターリングエンジンを併用して、それまでの鉛蓄電池のみを、リチウムイオン電池と入れ替える案も検討されていた。結局、スターリングエンジンと鉛、蓄電池をすべてリチウムイオン蓄電。池に置き換える方が、コストは、かかるが、大きな出力が得られるとの結論となり、このために、10番艦の、修理までは、1隻あたり約517億円だった。建造費が、リチウム蓄電池が高額であるために、約643億円にまで膨らむこととなったのである。スターリングエンジン搭載の双流型では、スクリューの軸馬力は8000馬力であったが、王流、東流は5600馬力と公表されていて、一見性能低下ではと思われるのである。しかし、このことで、瞬発的な最大速力は確かに低下するものの、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるとの特性があり、そのために長時間にわたって、中速から高速で潜航が可能となり、潜水艦としての性能がより大きく向上したことになるのだ。リチウムイオン蓄電池には、この他にも鉛蓄電池と比べて2倍超えね。ルギー密度、ミツル放電の繰り返し、回数は 1.5 倍以上。満充電までの充電時間が短い。放電しても、電気容量が著しく低下しない。そして、鉛蓄電池で懸念されている、事故時の水素ガス発生の心配がないなどの利点がある。このリチウムイオンの特性を最大限に活かすために、大芸型では、先述した新開発のスノーケル発電システムが採用され、浮上することなく、高速充電を可能としている。また、大芸は、部分単柄構造で葉巻型船形であるが、船体構造にも、新機軸が盛り込まれていて、例えば、浮き課題と呼ばれる構造は、諸外国でも採用が進む、浮き甲板、フローティングデッキとも呼ばれているもので、これは、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和する。さらに、その他にも、静粛性の高いプロペラスクリュー、要所への音波吸収材装備などで、双流型より、一層の静粛性が高められているのだ。なお、大芸型では、艦内スペースに余裕ができたことから、乗組員居住区に、女性用寝室やシャワー室などが確保され、人員不足やジェンダー平等への配慮として、潜水艦への女性自衛官の増艦を促進することになり、この先の海上自衛隊における最前線への女性の寝室に対応するものであろう。その他にも、大芸には、情報処理システム、C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を利用した、高性能ソナーシステムや信号処理における、アルゴリズムの構築など、より進化したものが装備されることになっていて、2022年4月頃に収益する見込みである。兵装については、親潮型、双流型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを発射できる 533mm 魚雷発射艦6門が装備された。この銃は、地式超魚雷とは、潜水艦用の長魚雷で、防衛装備庁が開発をして、2019年に取得予算が計上され、
2022年2月までには、海上自衛隊の全潜水艦に行き渡るとされている高性能魚雷である。搭載されている音響画像センサーは、魚雷の追跡を欺くための対するデコイ、おとり魚雷を見破る対応能力があるだけでなく、海中の音響が複雑になり、魚雷のセンサーが狂いやすい浅い海域に、おいて、確実に目標を捉えて、形状を識別可能できるとされていて、その命中率が高められている。さらには、最適なタイミングでの起爆が可能となる、アクティブ磁気近接起爆装置など、最新の技術が搭載されている。これまた、世界トップクラスの魚雷と言える。このように、通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇る海上自衛隊の潜水艦であるが、隣国の韓国では、自身が保有する通常型潜水艦の性能ではかなわないと見たのか、原子力潜水艦を保有する構想があるという。原子力潜水艦は、無補給で、半永久的に原子炉を動かすことが可能で、理論的には浮上することなく先行したままでいることができるだけでなく、膨大な電力を発電することができて、海水の淡水化なども艦内で可能としている。しかし、建造には巨額の費用が発生し、また、退役後の処理が難しいことは大きな欠点であろう。日本にも原子力潜水艦をとの声も聞こえてくるのであるが、非核三原則など政治的な問題を解決できたとしても、日本が置かれている現状を考えると、必ずしも必要な戦力ではない。日本の潜水艦戦略は、近海での敵艦隊への待ち伏せ攻撃であることから、潜水艦に求められる性能派生粛清に尽きるのであるが、原子力潜水艦は、原子炉を稼働させたら停止することができないため、機関を止めて海底に帰底していたとしても、騒音が発生するのだ。騒音を撒き散らして発見されやすい原子力潜水艦に、巨額の防衛費を注ぎ込むくらいであれば、その予算で、諸外国も進めている、無人潜水艦の開発を進める方が、実情に合っていると言えよう。今回、非常に気になる、尖閣侵入でのアメリカの中国への牽制を見ていきます。アメリカ国防総省は、はじめ、日本領土と、はっきり明言していますが、その後は、バイデン政権の今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の、今後は変化していくのだろうか、昨年2020年に、引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動が増加の一途を辿っているが、2021年2月20日、21日の両日にわたっては領海への侵入行為が発生するなど、危機感を募らせている。
この20日、21日に、そうした行動に及んだのは、中国海峡局に所属する2隻の艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で、領海内に侵入する行為を意図的に引き起こしている。中国政府は、自国の海峡局に関する法改正を、この2月1日から施行させており、自らが必要と認めた場合に、同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に、装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させている。このため、従来よりも容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加しており、2017年には中国海峡局自体が軍事警察の管轄下となっていることも相まって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況だ。2020年11月には来日していた中国の王国務委員兼外相が日本の茂木外相の目の前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するからやむなく対応していると発言し、これに反論しなかった茂木外相に批判の声が上がった。一応、外務省側の見解によれば、この時の王国務委員兼外相と茂木外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場であり、議論をする場ではなかったとの見方を示している。しかし、目の前で日本の政策を完全に否定する発言をする王国務委員兼外相を放っておいたのは、その主張を認めたことも同様な上、茂木外相が中国語で謝意を示した点に非難が集中した。こうした尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾しての領海侵入でも明らかとなってきており、政治上からも現場運用からも激しさを増していることは拭いようがない事実と化している。今年2021年2月8日の中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海峡局所属の艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べており、先の海峡法改正を盾に、その行いを正当化している。その上で、尖閣諸島を中国固有の領土であるとの従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は、日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示した。こうした状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2月24日に、尖閣諸島に日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表、日本を援護したかに見えた。しかし、2日後の26日に、カービー報道官は、その発言の誤りを謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする日本の防衛にこれまでと同様にアメリカが関与すると述べるに止まった。このカービー報道官の発言の修正は、従来通りにアメリカ政府としては、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在については、その限りではないとする玉虫色の内容だ。今年2021にアメリカが民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛にはこれまで通りにその後押しが期待できると日本では考えられてきただけに、その危うさは計り知れない。
先のカービー報道官の修正発言、つまりこれを額面通りに受け取るとするのならば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態なのだ。この方針をアメリカが堅持することをあえて政治的に示したということは、中国と日本との間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカの軍事的な支援は厳しいと見るべきだろう。こうしたアメリカの動きと前後して、日本政府は25日に日本の領土に上陸する目的で、他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明らかにした。これは、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における現在の中国公船への対応を念頭に置いたものであることは明白だ。海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃と定義しているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込もうとすものだろう。大枠において、海上保安庁法は、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用を認めており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲に含んでいる。しかし、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ、これを行えるとしており、その解釈によって是非が問われることになる。今回日本政府が示した見解は、具体的には尖閣諸島に中国側が上陸する目的で艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することにあたるとみなすことを意味している。さらに、海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して、海上警備行動が発令されるケースでも同じく、機外射撃を認めるとしており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。案内役朝香です。今回は北大東島に航空自衛隊レーダー施設配備計画について詳しく見ていきます。防衛省では調査を実施しました。では詳しく見ていきます。
自衛隊基地を誘致している市町村では進む展開が全く違いますね。沖縄県の西東端にあたり、太平洋上に浮かぶ、大東諸島の北大東村村議会、宮城村長、定数5、では、2021年12月9日に、同等に、自衛隊の誘致を求める意見書、議長を除く議員4名の賛成によって、全会一致で可決して、防衛省に郵送していた。この意見書では、近年、強引な海洋進出を進めている中国海軍の空母、遼寧を中心とする艦隊が、いわゆる中国の防衛線である第一列島線沖縄本島を越えて、太平洋での活動を活発化させ、北大東島周辺海域に出没しており、そのことに、島民が不安と恐怖を感じていると指摘し、北大東島が、それら中国海軍艦艇を監視するために、安全保障の地理的観点からも適した位置にあることを進言している。また、北大東島への自衛隊の部隊配備によって、台風などの災害時の救助対応や、救援の緊急搬送などの体制が強化されることを要望し、政府が作成する次期中期、防衛力整備計画に、北大東島への自衛隊部隊の駐屯を求めている。防衛省では、北大東村からの自衛隊誘致の要望を記した意見書を受理して、検討を重ね、航空自衛隊の移動式レーダーの配備先として適切かどうか判断するための現地調査を実施する方針を、沖縄防衛局の担当者が、2022年3月15日に、北大東村役場を訪問して伝えた。沖縄防衛局では、4月以降に、島の自然環境や動植物などに与える影響や、必要なインフラ整備の現状などを、約1年の期間をかけて調べるとしており、宮城村長は、調査後配備が決定次第、住民に、丁寧な説明を実施するとしている。防衛省が提案している、移動式警戒管制レーダーとは、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナにより、従来の移動レーダーよりも、目標の捕捉、追尾能力、ECCM 性などが向上され、自動警戒管制組織との自動連接による運用など、組織戦闘能力と機動性に優れた移動式警戒監視システムで、航空警戒管制における動くレーダーとして、固定レーダーサイトが攻撃された場合の代替として運用できるほか、固定レーダーの電波が届かない副域を補うことも可能となる。車両移動中は、トラックの荷台に倒しておき、展開時は、アンテナを起立させているが、レーダーアンテナを回転させずに、全周囲の監視が可能なため、悪天候の影響を受けにくい構造で、固定レーダーが設置されていない太平洋上において、北大東島に配備することで、中国軍の活動を把握する上で、非常に有効な存在となると見られている。北大東島を含む大東諸島は、沖縄本島から東に約 340km の太平洋上にあり、2020年時点での面積 11.94 平方キロメートルで、人口566人の北大東島、同じく 30.57 平方キロメートルで、1226人の南大東島と、無人島の沖大東島、西南西尾島、南西尾島の5つの島からなっている。かつては全島が無人島で、明治になって、八丈島からの開拓団が入植して、有人島となったため、行政区分上の北大東村も南大東村も、沖縄県島尻郡に属してはいるものの琉球王国との関係はなく、そのせいか、沖縄県民の大東諸島への関心は低い。沖縄県の中でも本島から孤立した島嶼群で、周囲の陸地から遮断されていることから、島独特の固有の生物が多く生育、生息しているが、ハブは生息していないとされている。
北大東島と南大東島の全域は、国指定の大東諸島鳥獣保護区、希少鳥獣生息地とされ、面積4251ヘクタール、うち特別保護地区は234ヘクタール。その理由は、両島が、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有亜種の生息地である他に、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地となっているためで、ザトウクジラなどが、大東諸島を越冬地として利用していることにも配慮されている。なお、無人島の沖大東島は、かつては、良質のリンが取れる林港があり、島全体で採掘されていたことや、太平洋戦争後に、アメリカ軍の爆撃訓練場となったため、沿岸部を除いて、島の多くの生物が絶滅したと見られている。大東諸島における医療体制は、南大東島と北大東島の両島に、それぞれ、県立病院附属診療所と村立歯科診療所があるが、診療所では、治療ができない患者が発生した場合は、沖縄の那覇空港と、両島を結ぶ琉球エアーコミューター、RAC に確保されている、村長席を利用して急患輸送される。北大東空港、南大東空港ともに、1500M 級の滑走路があり、RAC のフライトは、南大東島空港には、1日1便、曜日により2便、北大東島空港への直行便は、確実のフライトしかなく、南大東島空港便が、北大東島を経由することがあるものの、急患発生のタイミングが、フライトと合わない場合は、患者搬送ができず、ましてや、週に1便だけ那覇から、やってくる貨客船は、時間がかかるだけでなく、欠航が、多く当てにできない。そのため、フライトがしばらくない時や、夜間などに緊急を要する場合には、沖縄県知事を通じて、陸上自衛隊第15旅団第15飛行隊、那覇飛行場駐屯に、災害派遣要請が行われ、LR2 連絡偵察機か UH-60J、A ヘリコプターが派遣されて緊急搬送されることになるが、那覇からの往復に2時間以上かかり、悪天候の場合には、すぐに派遣されないため、島民、特に、RAC のフライトが少ない北大東島の住民は、一刻を争う急患の発生を常に懸念しているという。このように、北大東島にとって、自衛隊を誘致することは、島の人口が増え経済が潤うとの、単純な利益だけでなく、自衛隊部隊が駐屯することで、万一の際の急患搬送が1時間程度で行うことができる大きなメリットがあるのだ。ところが、この北大東島の自衛隊誘致の動きに対して、沖縄本島の左翼系メディアである沖縄タイムスと琉球新報が誘致活動を批判する社説を載せているのだ。北大東島の宮城村長が、島では、以前から、自衛隊の誘致を話し合っていたと、語っているにもかかわらず、島の住民への説明を怠っていると決めつけ、さも、政府の陰謀によって、強引に話が進められたとして、両氏、共に、左翼政党や市民活動家が唱える、基地ができると、攻撃されるとのお題目を展開し、北大東島村民の不安を煽り、誘致の動きを潰そうとしているのである。先に述べたように、沖縄本島のうち南中たちは、よそから移民してきた大東諸島の人々を、オール沖縄の一員とは見ていない傾向があり、大東諸島が抱える諸問題、特に医療体制の不備については、本来であれば沖縄県が整備しなければならない問題であるにもかかわらず放置され、改善の動きすらない。そのような状況下に置かれてきた大東島村議会が、中国への忖度が疑われる沖縄県知事を見限り、自衛隊誘致に島の未来を託すのは必然とされ、知事と同じ方向性が感じられる沖縄タイムスと琉球新報の社説を批判する声が上がっている。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本政府が買い上げた馬毛島だが、160億円で合意した。馬毛島がより重要な拠点として今後日米で整備されていく方針が早急に進むことを願っているが、では馬毛島をどう使用するのかを少し話していこう。アメリカの不沈空母と聞けば、1983年に当時の日本の中曽根首相が訪米時に政治姿勢のリップサービスで口にした対ソ連封じ込めを起とした発言を思い起こす方もいるかもしれない。しかし、最近の不沈空母といえば、アメリカの CNN 社が2019年12月にこの表現を用いて報じ、その前月に紆余曲折を経ながら、ようやく日本政府が所有企業との売買に合意した馬毛島を指している。この馬毛島は、鹿児島県の種子島の西方海上約12キロほどに位置する島であり、南北におよそ 4.5 キロメートル、東西におよそ 2.7 キロメートル、総面積約8平方キロメートルの平坦な無人島だ。馬毛島を指して、アメリカの CNN 社が不沈空母という表現をしたのは、同島が今後の横須賀基地を母港とするアメリカ海軍の原子力航空母艦の艦載機の訓練地となる可能性を反映したものだ。こうしたアメリカ海軍の原子力航空母艦の艦載機の着陸訓練は、フィールドキャリアランディングプラクティスの頭文字から FCLP と呼称されており、航空母艦の運用に必須の訓練となっている。これは母港である横須賀基地に入港した航空母艦が、その停泊時に時間上での着陸訓練が行えなくなることを補う訓練であり、次の出航前に艦載機搭乗員の搭乗資格の回復のために実施されるものだ。 FCLP 自体の頻度は現状最大でも年間2回程度となっているが、事前の準備まで合わせた期間としては、1回あたり約1ヶ月ほどになるとされ、その意味では、年間におよそ2ヶ月程度を費やす訓練となっている。FCLP は、横須賀基地を母港として、アメリカ海軍の航空母艦、ミッドウェイが、配備された1973年に開始され、当初は、三沢・岩国の両基地で実施。以後1982年に神奈川の厚木基地への実施場所が変更された。しかし、実施場所が厚木基地に変更された後、特に夜間の訓練により騒音問題が表面化し、これを受けて1991年以後は離島である小笠原諸島の用事までの実施に再度変更されてきた経緯がある。硫黄島は騒音問題は解決できたが、従来の厚木基地から約 1200km も離れた位置となり、艦載機搭乗員の負担や移動に要する時間、燃料コストの点からアメリカ側より変更を求められてきた。こう
うした状況下で2007年頃から馬毛島を所有する企業側から硫黄島で実施中の FCLP の代替地として道東を推す提案がなされたものの、以後主として売買価格をめぐる交渉がもつれつつ、ようやく2019年11月に合意が報じられた。今回ようやく合意を見た馬毛島の売買価格は約160億円と報じられており、かつて日本政府が試算した価格は約45億円であったことから、その金額に対してだと不正を問う声が一部から上がる事態ともなっている。日本政府としては今回の売買契約への合意から当然馬毛島への FCLP 代替地としての計画を推進している状況だが、地元鹿児島の自治体などからはこの動きを良しとしない向きもあり、政治問題化も指摘される。こうした日本政府の動向と並行してアメリカ海軍内でも2018年3月に航空母艦艦載機の所属が厚木基地から岩国基地に移管され、硫黄島までが約 1400km とさらに遠くなったことで早期計画実施が求められている。アメリカ側からしてみれば岩国基地と馬毛島の距離は約 400km ほどとなるため、現状の岩国基地から硫黄島までの行程を3分の1以下に低減させることが可能であり、日本への要請を強めていると思われる。前述のように仮に馬毛島での FCLP 実施の体制が整ったと仮定しても、年間での利用期間の想定は現状トータルでも2ヶ月余りと必要とみられ、キャパシティに対して十分すぎる余力を持つだろう。こうした点を踏まえて防衛省では自衛隊の拠点を設置することも念頭に置いており、ホームページ上では対中国への対応策として南西諸島防衛の用地としても活用する意図があることが伺える。ここでは馬毛島から石垣島までの直線距離は約 1200km だと説明し、仮称自衛隊馬毛島基地として緊急災害時などでの同地域での自衛隊の展開にも効果が期待できることを表明している。興味深いのは、これら日本の馬毛島に対する動きを受けて中国、北京に本拠を置く久志博美が2019年12月に掲載した中国人の軍事評論家による同状況の分析内容についてだ。当然、従来の日本の軍備について非難する論調かと思いきや、これまで厚木基地で実施していた FCLP が騒音問題から難しくなり、アメリカ側から代替地の提供を強く求められたと現状をほぼ正確に伝えていた。同記事は馬毛島について日本が資金を拠出してアメリカの航空母艦の運用に必要な環境を整えるが、自衛隊も同地を活用することで一定のメリットがあると述べられており、
極めて客観的な報道に見えた。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。配備目前となっていた ASM-3 対艦ミサイルだが、ここに来て今以上の開発へとシフトすることになってしまった。さらなる国産対艦ミサイルへと変貌を遂げることになるのか。いずれにしても高額となる ASM-3 対艦ミサイルの今後と現在の開発に携わった両方向から見ていきたい。それでは本編スタートです。2019年3月に開発は完了していたものの、実戦配備を迎えることなく、さらなる射程距離の延伸を目指す開発を行うと発表され、物議を醸したのが、国産の空対艦ミサイル AMS-3 だ。この空対艦ミサイル AMS-3 は、その飛翔速度がマッハ3という超音速ミサイルであり、現行の F2 戦闘機への実装を想定して当初は製造されたものだった。AMS-3 が超音速であることの必要性については賛否両論がある状態だが、今回異例とも言える再開発が発表されるに至った原因は、その有効射程に起因していた。従来型の空対艦ミサイル AMS-3 は、およそ 150km から 200km の有効射程を持つものであり、ステルス性能は有しておらず実装が予定されていた。F2 戦闘機も同様のノンステルス機だ。開発当初は、この有効射程でも仮想的国である中国海軍の艦艇への有効性が見込まれていたものの、近年これを上回る長射程の艦対空迎撃ミサイルが登場したことが問題視されたのだ。中国海軍が実装を始めた迎撃ミサイルは HHQ-9A と HQ-16 という、2種類の艦対空ミサイルであり、この対空防衛力の多層化を打ち破るために、AMS-3 の射程延伸の必要性が生じたと言える。これら中国海軍が配備する HHQ-9A と HQ-16 の射程に関しても、複数の見解があるようだが、最大でおよそ 200km とも現割れ AMS-3 の 150km から 200km を無効化する可能性が指摘された格好だ。そのため、今回明らかになった空対艦ミサイル AMS-3 の再開発では、有効射程を 300km から 400km に延伸することを目標にすることが掲げられたが、ステルス性がないことは変わらなかった。
AMS-3 の射程延伸型が完成した場合、実装する戦闘機は現行の F-2 戦闘機であることもに変更はないが、いずれ退役を迎える同期の後継機への実装も視野に収められている模様だ。ただし、AMS-3 自体の大きさから前述のようにステルス性を持たせることはできず、仮に今後の戦闘機がステルス機になった場合でも、ウェポンベイへの収納もできないと考えられる。よって現在想定されている中国海軍艦艇の迎撃可能な距離外から攻撃を仕掛けるほか、母機である戦闘機がその対空防衛力から逃れる手段はなく、そのことへの疑義も囁かれている。ちなみにアメリカやフランスでは、超音速空対艦ミサイルの兵器としての有用性に見切りをつけ、日本がわざわざ国産の空対艦ミサイル AMS-3 にこだわることへの反論を呼ぶことにもつながっている。ただし、日本では F-35 ステルス戦闘機のウェポンウェイに収納可能でかつ、本体もステルス性を持つノルウェー製の空対艦空対地ミサイル JMS の導入も決定している状態ではある。この虚しく空対艦空対地ミサイル JMS は空対艦ミサイル AMS-3 とは異なり、速度そのものは音速であることから、その部分からも攻撃手法の複合化にはなるということができる。また2016年に台湾海軍が行った解析では、F2 戦闘機1機あたりの最大喧嘩数2発の AMS-3 を、4機8発を中国海軍の 052D 型駆逐艦に発射した場合、迎撃不可能という結果も出されている。こうした点を踏まえ、F2 戦闘機やその後継の戦闘機、また、現在の主力戦闘機であり、延命措置が講じられる可能性の高い F-15 戦闘機などへの AMS-3 改良型の実装も期待する声も多い。その反面、アメリカの主力の対艦ミサイルは速度こそ亜音速だが、射程距離は AMS-3 改良型の倍にも相当する 800km にも及び、敵艦艇の遥かか対応外からの攻撃を行える性能を持つ。また、ここまで長距離の射程で無垢とも F-35 ステルス戦闘機に実装される空対艦空対地ミサイル JMS は、そのステルス性ゆえに同じく敵の防空網を無効化可能だと指摘する向きも多い。ただ、この場合も母機となる戦闘機、つまり F-35B 戦闘機を回収、大江護衛艦出雲加賀で運用する必要があることから、今、しばらくは時間が必要だろう。すでに配備が開始されている F-35A ステルス戦闘機は、もっと早く JMS を実装できそうに思われるが、この場合も機体の航続距離から日本全体のカバーは厳しいことが予想される。どちらにせよ近代戦においてはミサイル単体の性能というよりも、敵の位置を的確に捕捉し、命中まで導く情報連携の仕組みが、最重要な課題と考えられる。すでに、艦船の物理的な量では、中国海軍の数に太刀打ちができない状況下において、いかに、
こうした電子戦で優位に立つかがポイントだとも言えそうだ。AMS-3 は、そのマッハ3という驚異的な飛翔速度を実現するために、ラムジェットと固体ロケットという2つの推進力を合わせ持つ構造が採用されている。そして、これを敵目標へと正確に誘導するためにこちらも、アクティブとパッシブの二重のシーカーを用いており、高い命中率を達成するよう設計されている。こうした技術的な面からも製造に要するコストが割高であることも事実であり、費用対効果の面から一部にその開発を危惧する声も囁かれているのが正直なところだ。案内人の浅香です。今回は、出雲誕生となるきっかけとなった2つのヒューガ、護衛艦と大隅、輸送艦を詳しく見ていきますね。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化です。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は、ニュータバル基地に配備されます。ロシア情勢次第では、北にも配備されると考えています。抑止力効果は絶大です。周囲を、広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷、とともに装備する艦艇の強化と進化を継続しており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進められてきた。そうした状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、カタタル、出雲、と、他の2隻だと言ってよいだろう。出雲、片護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からは、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として、DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、おおむねヘリ空母として認識されており、その範疇で語られることが大半である。出雲、型は、基準排水量19500トン。満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルと、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で、14機ほどの各種のヘリを搭載可能だ。これらヘリの最大5機の発着艦スポットを、飛行甲板上に備える出雲、型は、冷戦時に、最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、それらを、対潜哨戒任務によって封じ込めることが、最大の目的だった流れから、生み出された。1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対して、この方向性は持続されていたが、2000年前後には、
急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が日本が最も警戒べき仮想敵国へと置き換わった。こうして中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛を担う上では中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事となったと言える。南西諸島における中国海軍の接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるが、現状航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく、そのカバーが求められた。これは中国との有事の際には、在日アメリカ軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で、その滑走路の機能を破壊される可能性が生じるためであり、そうした事態に対応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼、機の運用が検討された。その結果に導き出された結論が、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機、F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようというものだった。こうして、2015年から収益を迎えていた出雲型に対し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修が決定され、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が、現実のものとなったと言える。出雲型は、もともと、通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースに変更を加えることで航空母艦化されることになるが、これより、以前にも、海上自衛隊には、同様の形式の艦艇が存在していた。それが、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役しているヒューが、片護衛艦であり、出雲、片護衛艦に先駆けて、回転翼機を、全通式の飛行甲板で運用する、ノウハウや技術を蓄積してき、艦艇である。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では、LST、戦車用陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、ドック型輸送上げ用陸艦と見るのが一般的なようで、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型。揚陸艇を運用可能である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン。満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルと出雲型に比べれば、はるかに、規模的には小型な艦艇だと言える。大隅型輸送艦が、全通式の飛行甲板を有するにもかかわらず、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としておらず、したがって、そのエレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと、運用ができない点が挙げられる。また、艦内も、こうした事情を反映して、ヘリ用の専用の格納庫としては設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与されていないため、その艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっている。それでも、大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う上では、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両のよう陸の力を備えることから陸上自衛隊に新設された
水陸機動担当の戦力投射に必須の艦艇だと言えるだろう。出雲、型に先んじて全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、その前身となったのはやはり2009年から2隻が就役しているヒューガ型護衛艦が最初であったとみて間違いない。ヒューガ型護衛艦は基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルの規模であり、およそ出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。ヒューガ型護衛艦には各種のヘリコプターが最大で4機搭載が可能とされており、その全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施することができる。ここでヒューガ型と出雲型の大きく異なる点の一つとして挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみである。これに対してヒューガ型は 20mm バルカン砲のシウス2機は同様ではあるが、324mm の三連装の MK32 魚雷発射管2機と MK41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。出雲型が必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用の兵装等は護衛に随伴するであろう他の護衛艦に任せる方針であることに比べ、ヒューガ型は単艦での対戦水艦戦闘に従事することも想定されたものだと言えそうだ。今でこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内のコンセンサスもまだ十分に図れてはいなかった。そのためオスミ型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入は行えていたものの、ヒューガ型の建造に際しては政治的な反発も考慮してか、3つの艦隊の設計案が提唱されており、いわば反応を見つつ推進されたというのが実情のようだ。一つ目の案は、それまでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が、艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。結果的には、現行の全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ、最も合理的でかつ運用効率に優れた形に落ち着き、その後の出雲型へとつながる実績を作ったわけだが、今から考えれば覚醒の感が拭えない。
今回は、日本の対中国政策の最前線について、詳しく紹介しましょう。日本も、三菱製品に、意識誘導弾改めへの、改良が進められている、状況です。今年中には完成するのではとの話しです。すごいのは、陸、海、空どこでも使用できるように、改良ができるところです。潜水艦もね。九段線という言葉をご存知ですか？このシリーズでも何回か登場した単語ですね。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれます。1953年、昭和28年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた南シナ海の国境線のことです。中国は、この九段線を根拠として、南シナ海における海洋権益を一方的に主張しています。南シナ海の各島々の領有権を主張するばかりか、勝手に上陸し、基地の造成を進めています。遠慮という言葉を知らないかのように、その海洋進出は、露骨かつ強引な犯罪まがいのもので、被害を受けていないのは、なんだかんだ言っても、仲のいいロシアや後ろ盾になっている北朝鮮ぐらいなものでしょう。この二国を除くに西太平洋の国々が中国の野望を阻止しようと動き始めました。改めて九段線について考えると、あくまでも中国と台湾二国間のみの自分勝手な約束事ですし、国際的な実行力は何もありません。そもそも現在の中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めです。国と国との約束といえば、台湾を一つの国として認めることになりますし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、横暴の極みと言われるでしょう。どちらにしても、主張の論理が破綻しているようにも思えるのですが、日本といえば、まずは尖閣諸島ですね。島の接続水域に入って日本漁船を脅したり、領海までも侵犯する中国海警の艦艇に悩まされていることはよく知られていますよね。毎日のように緊迫した状況で過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇には頭が下がる思いです。中国の行動は海だけではありません。ここ数年来、台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して挑発行為を繰り返しています。軍事力拡大を進める中国に対抗する日本、アメリカを中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、その結果に西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張した状況に陥っているのです。中国は東シナ海にも手を伸ばしています。ここでのポイントは第一列島線という言葉です。この線も中国が勝手に決めた防衛ラインです。これは1982年昭和57年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つだったのですが、その後の世界情勢の変化とともに重要性が増してきたそうです。アメリカに対する軍事的戦略上の境界線なのですが、この中には九州の南から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島などまでもが含まれているのです。日本の領土であることが分かりきっている沖縄や宮古島まで入れているのですから、なんとも自分勝手ですよね。この第一列島線が発表された時、このことで大問題になったそうですが、現在では残念ながらあまり一般には知られていないようです。知っていたら
ここぞとばかり反中の高派連中が黙ってはいないでしょうね。中国の意図ですが、要するにアメリカと対決することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、アメリカ軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止するということなのです。日本の領土を、勝手に防衛線と決めたということの意味ですが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の西南諸島を、中国軍基地として占領して、アメリカ軍を阻止すると言っているのと同じということです。全く、勝手なことを言ってくれますよね。先日のことですが、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、G 航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は、言うまでもなく日本領海ですが、二つの海峡には、国際海峡公海と認められる部分を設定しています。この部分は、平時に、外国艦艇の通過を認めているので、中国海軍とロシア海軍が通過したことには、問題はないと思われます。とはいえ、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味ですし、不愉快ですよね。そして、この行動の狙いは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクワッドや、アメリカ、イギリス、アーストラリアによるオーカスなどの反軍事同盟的性格の対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗したものと考えられます。日本としては、容認できるものではありませんね。しかし、日本国内では、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇公開が、大きなトピックにはなりませんでした。自民党公約の、対敵基地攻撃戦力の保有は、あまり注目されていませんでした。しかし、政府と防衛省は、着々と、その地固めを進行させています。防衛省が、現在力を入れているのが、陸自に配備されている、人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発です。百数十キロメートルという、長い射程を持ち、地点を移動しながら発射できるものです。この能力向上型として、2022年度までに、射程 900km に伸ばす改良を行っています。改良されたミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せるだろう、中国艦隊への備えにさせる心積もりでしょう。最終的には、射程を、1500km まで伸ばすことを目指していて、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも、射程に収めようとする、計画もあるといいます。この長射程ミサイルにより、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を保持することで、西南諸島への中国軍へ上陸の抑止力にしたいと考えていると思われます。こういった動きの中で、当事者でもある南西諸島の動きですが、地元奄美大島でも、この事実への反応は、あまり鋭いものではないようです。第302地対艦ミサイル中隊が、奄美大島に配備されましたが、瀬戸内分田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、今一つ、そういった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心は感じられないようです。むしろ部隊を配備したことによる経済効果が大きいとメリットを感じているようです。瀬戸内分田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸といった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備の受注がありました。おかげで人手が足りなくなるほど、地元経済への潤いが大きいと言われています。もちろん、配備を喜ぶ声ばかりではありません。基
地があったら、攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けるかもしれないと、警戒する声も、確かにあります。こういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が、新しく基地を設けるときには、必ず出てくる意見です。だからといって、基地がなければ、島民は、安心安全な生活ができるのかと考えると、残念な、から必ずしも、そういうことにはならないと、推測されます。前述の第一列島線です。中国は、奄美大島を含む南西諸島を、対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時には、これらの島々を攻撃して占領することは明らかです。基地があってもなくても、中国が自国の基地を作れる島は、すべて占領されると想定しておくべきでしょう。別の視点ですが、西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は、移動が可能なので、有事の際には、山岳地帯などに移動して、敵の攻撃を避けることができます。この事実は、中国軍も熟知しているはずですから、基地や駐屯地へ、多少の攻撃を行ったとしても、壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見られています。要するに、世界から批判される恐れのある、民間人や民間施設への攻撃は、避けるはずだという想像です。あるいは、占領後に、自分たちが生活するインフラをなるべく破壊したくないという意図もあるはずという、これも想像ですが、沖縄を含む南西諸島は、基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとっては、地政学上、大陸を守るためには、必要不可欠な場所だから抑えようと、攻撃してくるのです。もう少し、中国大陸と距離が離れていたらよかったんですけどね。日本列島を太平洋側へ動かすことは、できないですし。これらの島々から、アメリカ軍基地だけで吐く、自衛隊基地も撤去してしまえば、確かに直接攻撃を受けることはないでしょう。しかし、ある程度の面積があって、航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領してしまうことは想像できます。中国軍に占領されて、施政下に置かれるのが嫌ならば、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には、中国が、手を出せないほどに、防衛力をアップすることに協力するべきだという意見もあるようです。相手の軍事力が上がると、対抗してあげてくるのが中国ですから、逆効果にならないかなと心配ですけどね。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。
2019年から自衛隊が配備を進めている新兵器の一つに空対艦ミサイルがあります。この ASM-3 対艦ミサイルは国産初の音速をはるかに超えた速さを実現しました。この ASM-3 ミサイルは空対艦という名称が示しているように戦闘機へ実際に装備することが予定されているもので、攻撃目標は敵の水上艦艇ということになっています。 ASM-3 対艦ミサイルのサイズを紹介しますと、全長約 6M、 重量約 940kg、 速度は時速マッハ3以上であり、ミサイルの最重要スペックである射程距離は 150km 以上にも達するそうです。従来の空対艦ミサイルである80式 AMS-1 や93式 AMS-2 の代替となるものです。では従来型のミサイルと比較した場合、性能アップした部分ですが、何といっても飛躍的に進化したのはその飛翔速度と言えましょう。これまでの亜音速に近い速度から3倍以上の速度を出せるようになったそうです。この高速が可能になったのはインテグラルロケットラムジェットエンジン、固体ロケットラムジェット統合推進システムという名前のエンジンのおかげです。このエンジンは、ロケットの加速性とジェットエンジンの燃費性を加算した優れものなので、そのおかげで、敵艦船がこちらを迎撃できる時間をこれまでの3分の1に、短縮させました。つまり、こちらの動きが速くなったので、敵が迎え撃つ時間が少なくなったということですね。2003年から三菱重工を中心に、この ASM-3 対艦ミサイルの開発が進められてきました。開発費用は約350億円と言われています。このミサイルが実際に装備されるのは、国内で作られた F2 戦闘機ということです。F2 戦闘機でなくても、航空自衛隊が配備を進めている F-35A ステルス戦闘機、最新鋭です。でも、AMS-3 は、物理的に搭載は可能と考えられますが、その場合には設置している F-35A 戦闘機の最重要目的、つまりステルス性に良くない影響が出てくる恐れがあるので、現実的ではないと言われています。アメリカ海軍は、新型の空対艦ミサイルルラスムを F-18 ホーネット戦闘機に搭載すると決定しました。そして、このミサイルそのものも、ステルス性を備えたものということです。F-18 ホーネットに搭載できるなら、最新鋭の F-35C ステルス戦闘機へ乗せることも可能と考えられたようで、もし、そういうことになってしまったら、見えない戦闘機から、見えないミサイルが発射されるという、敵にとっては、何も見えない状態での迎撃を強いられるという
恐ろしい状態が発生すると思われます。そしてアメリカにとっては、究極のステルス攻撃が実際上のものとして展開できる状況というわけです。艦は旧来 ASM-3 追加ミサイルに戻します。このミサイルにはステルス性はありません。しかし、敵艦に向かうときには、超低空で海面上を飛行し、相手の探知と迎撃を交わしながら、他の力を影響を受けずに目標を捉え、攻撃する仕組みになっています。この行動を時速マッハ3以上の速度で行うために、敵がこのミサイルを迎撃することは難しいと思われました。と同時に、味方にも瞬時の行動が要求されることになりました。この AMS-3 ミサイルを発射した母機は、即退避しなければならなかったのです。と書きましたが、これは過去の話です。2019年3月に、岩屋防衛大臣が異例とも言える方針を記者会見で、発表しました。以下に紹介します。敵艦艇の迎撃火器の射程距離が伸びたことに対応するため、ASM-3 追加ミサイルも射程距離を現行の 150km 以上から倍増させた。300から400km へと伸ばす改修を行いますという内容でした。優れた対艦ミサイル ASM-3 でしたが、開発が終わった後で武器としては、致命的な弱点とも言える射程距離が短いことが判明したため、実際に配備はされていませんでした。防衛省では、このミサイル以外に、射程距離が約 500km というノルウェー製の JSM ミサイルや、射程距離がその約2倍の約 900km というアメリカ製のジャスムや、ルラスムミサイルの配備も決めていました。しかし、射程距離は長いものの、飛翔速度は ASM-3 追加ミサイルよりも低速でした。そのため、高速度でもあり、長い射程距離があるという2点を備えたミサイルを、要望することになったのです。つまり、敵の艦船の射程距離の外から、攻撃できることが目的ですから、そのために改修計画が持ち上がったというわけです。それに加えて、この改修した ASM-3 追加ミサイルは、現在収益中の F2 戦闘機だけではなく、その後継機となる戦闘機へも実際に装備されるかもしれないという計画も、示唆されることになりました。それだけではありません。ASM-3 追加ミサイルの後の次世代ミサイルとして、もっと高速なミサイル、つまり時速マッハ6以上の速度を目標とするものさえ開発なかと、伝えられているのです。一体どこまで速くしたいと考えているのでしょう？高スピードが期待される反面、このミサイルについては、必要性や実用性に疑問を投げかける声も、あるようです。前述のノルウェー製の JSM ミサイルとの比較なのですが、
AMS-3 ミサイルは価格がずっと高額であること。また JSM の重量は約 400kg ですから、 AMS-3 の半分しかありません。それなのにミサイルの威力を見ると、この2つには大した差がないという指摘があるのです。そして ASM-3 ミサイル最大の特徴である速度ですが、これについても気になることがあります。実は1960年代の東西冷戦時、旧ソ連は超音速の対艦ミサイルを配備したのですが、最大の敵であったアメリカはそのミサイルを迎撃する方法をすでに実用化していたというのです。つまり今から60年以上も前のアメリカの防衛技術力はここまで進んでいたということになります。このような経緯を含めて、アメリカやフランスでは超音速対艦ミサイルは費用対効果も良くないし命中率もいまいちということで、開発はされていないと推測されています。要するに巨額の費用をかけたのに敵をあまり捕捉できない超音速のミサイルを作るよりも隠密性ステルス性に重点を置くことによって、スピードは少し遅くても長い飛行距離を確保できて、敵に悟られないものを製造した方が実用的であると考えられるのです。と、せっかくの音速もデメリットが多いような気がしますが、ここでAMS-3 ミサイルのメリットを紹介します。ASM-3 対艦ミサイルは汎用性が広いので、その点に期待するという意見があります。というのは、アメリカ製の巡航ミサイルとして有名なトマホークのように、現在多くの水上艦艇に設置されている垂直型ミサイル発射装置に転用できるということです。もしこれが小規模な改修で実現できれば、現在就役している多くの護衛艦へ AMS-3 ミサイルを設置できるというメリットが挙げられています。これは ASM-3 ミサイルに限ったことではありませんが、ミサイルにはメリット、デメリットそれぞれあります。いずれにしても、近年、日本の領海付近ギリギリに出没し、漁業関係者などに不安を与え、日本への圧力を強めている中国艦艇には、何らかの対応は絶対必要です。しかし、自衛隊が備えるべき有効な対艦ミサイルについての結論は、残念ながら未だに定まっていないようです。